甲府市武田市館跡,跡歴史館は、山梨県甲府市にある、公立博物館である。2019年4月、甲府市が開館した甲府市武田市館跡,跡歴史館は、戦国武将武田市の歴史や文化を学び活用しつつ、新たな賑わい創出の拠点となるよう図っていくことを、目的としている。敷地は、信虎信玄。 勝頼よりの武田氏三代が居住したゆかりの地である史跡、武田市館跡南側に近接している。建物は、戦国武将武田三代の歴史、城下町の構造や変遷、発掘調査による出土品で明らかになった歴史資料など、戦国時代の歴史や文化を中心に展示、紹介する特別展示室。武田氏三代をはじめとする、 武田氏や方跡に関連した人物の移り変わり、戦国時代に栄えた甲府盆地の様子などを展示、紹介する常設展示室で構成されている。その他、昭和初期に建てられた近代和風建築の旧堀竹住宅がある建具やガラスなどは当時のまま保存されている。1933年に割烹料亭として利用され、堀岳城園と名付けられた。木戸門。 主や長屋棟、離れ二棟、茶室で構成されており、母屋はガイダンスやミュージアム機能を備えた展示室として、歴史講座やワークショップの開催など、講座や休憩場所として活用されている。2019年は、ノブドラが1519年に甲府に館を移して500年になることから、市では、新元ミュージアムを、開封500年記念事業と位置づけている。 甲府盆地内の観光地で、県内外を問わずの観光客が一番訪れるのが、武田神社であることから、さらに新たな歴史資源、観光資源が設けれたことで、また新たな拠点が作り出されたことになる。ありがとうございます。